皆様こんにちは、お久しぶりでございます。キッチンからの登場はね、今日はですね、なんとデトックスドリンクを作りたいかと思います。実はですね、ブログで紹介されてたんですけれども、このドリンクを飲んだら3ヶ月生理が来てなかったところに、なんと生理が来たという、その方はですね、53歳というか53歳まで生理があるってすごいですよね。で、ついに3ヶ月生理が来なくなって、とうとう閉経かなと思っていて、まあ、生理のためにね飲んでたんじゃなくて、デトックスのために飲まれてたんだと思うんですけれども、それを飲み始めたら1週間で生理が来たということで、私妊活中、生理が来るということは、なんか子宮内もね、ちょっとこの変な T シャツ申し訳ないんですけど、とにかくデトックスで毒を出して、私実は今周期移植周期なのでね、なんかもう移植するだけなので自分で何しようもないんですけど、もう妊活、高齢妊活ですから、できることは何でもやっておいた方がいいじゃないですか。しかもそんなデトックスして、なんかそんな子宮のね、閉経かなと思った方の生理が戻ってきたということは、これはもう私も飲まなきゃでしょということで、早速なんですけど、その方を紹介していたその方もね、読んでらっしゃるブログの方が書かれてたみたいで、こちらなんですね。こちらのデトックスジュースを私も作ってみたいと思います。材料はですね、こんな感じです。レモン3個から6個って言ってましたね。ジンジャー、そしてシナモンパウダーにカイエンペッパー、クローブで先ほど言ってたブログの人はそれをアレンジしてターメリックも入れているということでね。では作りましょう。ではまずいってみましょうか。えい、素敵よね。あー、なんかいい感じじゃない？あ、素敵。あ、お水ね。いや、私はね、お水ね、そのわざわざ買ってこずに、こちらブリタのフィルターのお水です。はいはい。そして今日使ったレモンはコストで買ったものすごく大きなものだったので、今日は4つだけ切ってますがレモンの大きさに合わせて6つにしたりとか、はい、調整してます。私これ大きいのかどうかわかんないんですけど、こちらトレーダージョーズで買ってきたオーガニックのレモンです。ではでは、こちら私今日レモン、オーガニックのレモンを4つ使います。今日使ったレモンはコストで買ったものすごく大きなものだったので、これトレジョのオーガニックレモンです。コスコとか会員じゃないです。レモンの種は見える限りは取ってから入れてます。了解です。こういうのをね、じゃあレモン切ってきます。こんな感じか、いい感じ。あ、レモンのいい匂いがするよ。はい、これで最後かな。そして種は取れる種を取っとくそうです。これをこのお水の中に入れるんだそうです。はいはい、これぐらいいっぱいになるぐらいの数のレモンを入れます。あ、いっぱいになったね。かなり長い間グツグツと煮るので、先に火をつけて、その間にです生姜を入れます。生姜の消費量が多いのでコスコでこの山ほどある生姜を買ってます。我が家は単品で買います。コストメンバーじゃありません。大量買いできない。じゃあ、これでいいかな。なるほど、なるほど。すりおろすのね。了解。我が家は生姜の消費量が多いので、コストでこの山ほどある生姜を買ってます。我が家は家族が少ないので、こちらホールフーズの生姜ね。これホールフーズでオーガニックだから皮ごと入れてもいいのかなと思うんだけど、こんな感じ。かっこいい。うちなんてこんなおろしだよ。じゃあすりおろしてみます。はい。自分のねお口に合ったので調整していただいていいかと思います。これチーズだよね。チーズのおろしだよね。はい。かっこいいおろし欲しいは使わないけど。生姜が入ったら次はこれはシナモン。やだー。まだストップストップ。はい、生姜入れ終わりました。はい。はい。ついに味付けいくよ。生姜が入ったら。はいはい。シナモン、シナモン、シナモン。目分量ですが、ちょっと測って入れてみます。多分ね、大さじ1くらいだと思う。大さじ1くらいだって。大さじ1。あとは黒とカイペパーを入れます。オッケー。ストップ、ストップ、ストップ。ちょっと。計量スプーンが見つからない。ほら、いつも計量しないから。これは小さじやないか。ちょっと計量スプーンもうダメだ。はい、こちらシナモン入れてすごい煮立ってきて、なんか動画と違うんですけど、ちょっと動画と違うんですけど、こちらもっと大きい鍋で作ればよかったのかな。これで、はい、まず混ぜます。了解。ちょっと沸騰してきたので、沸騰っていうかもうすごい。火を緩めてレモンがくたくたになるまで炒めます。了解。じゃあ動画の通りにね、こちらシナモンと外塩ペッパーとクローブス。これうちにこんなねハイカラな調味料なかったので慌てて買ってきました。そしてレシピはこれでグツグツ煮込んでっていうことなんですけど、なんとこのビデオを参考にして私がフォローしている、ブログの方がじゃじゃん、こちらターメリックも入れてるということで、私ターメリックググりましたよ。なんとこのターメリックはなんかすごい健康にいいらしいのよ。ちょっともういろんな毒を炎症だらけの女だと思うので、ターメリックも入れてみようかと思います。もちろんターメリックなんていう調味料もなかったので慌てて買ってきました。このターメリックもこちらのオリジナルのレシピにはないんですけど、ブログの、この方のレシピを見て、ブログを読んだ人がアレンジしたものみたいで、まねっこしてターメリックも入れます。これで、はい。まず混ぜます。はい。ちょっと沸騰してきたので、はい。そしたら火を緩めて、はい。2時間ぐらい。2時間今夜の9時8分だよ。11時ぐらいまで煮詰めんのね。経っちゃったの。もうそっちはどうしよう。やだ、これ2時間も。私妊活だからもう寝なきゃですよ。11時には寝なきゃいけないのに11時に出来上がりかよ。じゃあこれとりあえずこのまま放置。なんかちょっとお手本と違う感じだけど大丈夫かな。ではこのままグツグツと2時間だそうです。2時間も待てないとりあえず味見してみようかと思いますよ。どんなかな。あー、わー、辛い。マジで？あ、この後多分歯に入れるから大丈夫だ。このままだったらとってもじゃないけど。そう、ファイヤーな感じだもん。そうだ、この後、くたくたに煮立ったら、多分ね、そうだと思うよ。ちょっと待って。レモンがくたくたになるまで炒めます。全然くたくたしてんじゃないの？おー、そっちはもう2時間経ったのね。これぐらいに。どれくらい？レモンがくたくたになってたら大丈夫です。もうなってないってなってない。まだ2分しか経ってない。ほら、蜂蜜を入れます。蜂蜜。蜂蜜ももうこれお好みで大丈夫です。うちの蜂蜜。どれぐらい？もうトレジョばっかりだよみたいな。え？ドボドボ入れます。そんなに入れんの足りなくないこれ？美味しくないと飲まないの。飲まないよ、辛かったもん。思える味になるまで入れてください。了解。足りるかなこれ。熱い状態でまず一杯飲みます。いいな、出来上がってて。レモンを全部取って、私は種とか入ってるのも嫌なので全部こしてからピッチャー。もうこれ1個じゃ足りないので、いろんなピッチャーにもう入れ分けて冷蔵庫で。じゃあこれから2時間待ちます。皆様おはようございます。ゆうべ寝落ちしました。結局9時から作り始めて2時間煮込むということを検討してなくて、1時間10時だけ煮込んでもう寝ることにしました。そして今朝、6時半に起きて、今もう8時半になるので1時間以上また追加で煮込んでます。じゃん、ほら、じゃーん。おー、完全にくたくただね。よっしゃー。それではここに蜂蜜入れたいと思います。そうなんです。そしてこちらの、デトックスドリンクね。デトックスドリンク今日からしっかり飲みますけれども、私は毎朝ね、じゃーん、グリーンスムージーも作って飲んでるんですよ。ということで早速こちらのデトックスドリンクをフィニッシュさせてしまいましょう。そうじゃないと今日から飲めませんからね。時間ぐらい経ちました。はい、じゃあこれぐらいに同じでしょ。ほら、ほとんどないくらいになったら、あ、いいじゃん、同じじゃん。蜂蜜を入れます。蜂蜜素敵。もうこれお好みで大丈夫です。はいはい。でどれぐらい入れるかというと、結構入れるのね。もうドボドボ入れます。ドボドボね。オッケー。美味しくないと飲まないので、自分が美味しいと思える味になるまで。ドボドボ入れてるよね。はい。では私も熱いうちに飲んでみます。出来上がりましたよ。作りました。なんか疲れたなって思ってる時でもこれ一杯飲んだら気がついたら元気になってたっていうこともあるので、ぜひぜひお試しください。気がついたら元気になれ、素敵。おお、じゃあ私も生姜が喉にビンビンだって。じゃあ私も飲んでみますね。じゃあ私も飲むわよ。っていうかもうカップが X マンってどういうこと？素敵なおしゃれなカップにしてよ、マダムみたいに。辛い。蜂蜜が足りないみたい。もうちょっと蜂蜜入れようかな。美味しくないと飲まないのでね、多分もうちょっと蜂蜜入れた方がいいと思います。喉にビリビリはくるよ。酸っぱーこれ辛すぎる。もう少し蜂蜜を足して、でもこれビタミン C も取れてるし、疲労回復で、ほら別の読者さんがね、生理も来たっていうから頑張って飲みますよ。では皆様もお試しあれ。マダムのレシピのリンクは詳細欄の方に添付しておきますので、どうぞ皆様も作って飲んでみてください。なぜかちょっとマダムと違うんだよな。